宇根ア氏は、地方競馬の大井競馬場、井上博之き級者に所属していた元騎手である。地方競馬教養センター長期騎手家庭第75期生。JRA 競馬学校騎手家庭23期の、宇根優は弟、矢作和人級者から、騎手デビュー。2002年4月9日、大井競馬。 第2競争選抜3歳一般戦6番人気ウィンリージェントで初起場同年6月14日、大井競馬第8競争こと座特別を1番人気、高野大雄で勝利し、27戦目で初勝利を挙げる。2004年11月11日大井競馬第9競争第37回敗成功記念を統計ファイヤーで勝利し、重賞初制覇。 2005年3月21日第19回、全日本新人王総派選出場。矢作和と長教師引退に伴い、2009年5月25日付で、井上博之旧社へ、所属変更。同じ大いデビューだった、同期の和田常時を、当初は大幅にリードしていたが、近年は、完全に逆転され、成績も低迷していた。しかし2010年、 高橋サブロー級者に移籍してきたプライドキムの起乗を任されるなど、成績も再び伸びている。地方通算成績は2672戦170勝2着174回3着173回、勝率6.24%、連帯率 12.9%2021 年3月26日をもって、 自己都合により引退することが発表された。ありがとうございます。